キンニマンは、ゆで卵による日本の漫画作品、および、それを原作としたアニメ作品であり、作中に登場するヒーローの名前でもある。集英社の漫画雑誌、週刊少年ジャンプにおいて、九百七十九年二十二号から九百八十七年二十一号まで、連載。日本に住む人間を超越した存在、超人のキンニマンこと、キンニクすぐるが、 仲間の正義超人と共に、次々に立ちはだかる強敵とリング上で戦っていく、プロレス系格闘漫画。ゆで卵のデビュー作であり、代表作でもある。基本的にすべての戦いはプロレスを基礎とした、リング上で行われる、対等の戦いによって行われる。残虐超人、悪魔超人などと言われる超人たちであっても、この点は、基本的に遵守しており、 リング外での奇襲や闇打ちなどはごく稀にしかない。戦うことによって形成される友情の美しさを主眼に置いており、仇役として登場したキャラクターたちが主人公たちとの戦いの末に仲間になるのが一つのパターンとなっている。また当初はダメ超人と人々に馬鹿にされながらも地球の平和を守りたいと戦い続けた主人公の成長していく姿も描いている。 当初は変身ヒーローを題材としたギャグ漫画であったが、第28話にて始まった第20回超人オリンピック編から格闘路線にストーリーを変更して人気を博す。格闘のに転向してからもしばらくはギャグ色の濃い内容だったが、中盤以降はシリアスな戦闘が中心となり、終盤になるとギャグ的要素はほとんどなくなっていった。本作の特色として、 伏線や物語の整合性などを考えず、その場の盛り上がりを重視した高等無形な展開の数々が挙げられる。これは細かい設定にこだわっていると、結果として内容がつまらなくなるとの作者の考えのためであり、より良い設定を思いつけば、あえて過去の設定は切り捨てるという。そのため、作中には多くの矛盾点があるものの、 それが逆に今もなお愛されるゆえんとなっており、作者自身も、ツッコミ書が多い方が読者が、親近感を持ってくれると語っている。筋肉マンの本名、筋肉すぐるは当時読売ジャイアンツに所属していた、野球選手である、江川すぐるから名付けられた。兄の筋肉当たる、父親の筋肉、まゆみ、祖父の筋肉たつのり、祖父の弟のレメシスこと筋肉、貞だも、 同様のルーツがある。2016年7月時点でシリーズ累計発行部数は7500万部を突破している。作中に登場する超人、怪獣の大多数を読者から募集し、そこから誕生させている。その応募者数は開始から2ヶ月で16万通を超え、そこから300以上の新キャラクターが誕生し、ロビンマスク、ラーメンマン、ウォーズマン、 バッファーローマンといった重要キャラクターも読者のアイディアをもとに考案したもの。初めて掲載された時は、このキャラクターを考えた読者の使命が発表された。このシステムは読者の側にも好評で、続編、筋肉マンツーヨの読み切りを描いた後には、募集していないにもかかわらず、読者からの新潮人投稿が続出したという。連載初期に、 ゆで卵の二人は大量のファンレターの返事を一枚一枚書いていたが、それに代わるものとして読者が考えた超人や怪獣を応募してもらい作品に出すというアイデアを初代担当編集者である中野和夫から提案されたのが超人募集のきっかけとなっている。アイデアの大元は虫プロダクションによるアニメワンサ君の番組の最後に放送される視聴者が考えた犬の絵を アニメーションで動かすコーナーだとされる。以下は、集英社の公式ボーン、マン77の謎と学研の図鑑、筋肉マン、超人における分類、主に6パターンに分けられる。さらに、人類タイプか、その他か判断できない、カナディアンマンのような、分類不可能な超人も多数存在する。劇中には、多くの超人、怪獣、人間が登場する。 読者から送られたデザイン案をもとにデザインが行われることも多く、連載時は読者参加型の様相があった。純主役級のラーメンマン、ロビンマスク、ウォーズマンも読者考案のキャラクターである。五十音順。プロレス技を基本とするが、人間を超えた能力を持つ超人により放たれるため、その破壊力は凄まじいいものがある。個々の技については、 筋肉マンの技一覧を参照。読み切りについては、ゆで卵の読み切り作品一覧も参照。本編は1980年から1988年の8年間で、全36巻。2010年には、各紙で発表された読み切りなどをまとめた37巻が、22年ぶりに発行された。2011年11月からは、続編シリーズを連載開始。 新刊は、週刊少年ジャンプ時代と同じジャンプコミックスから発売となり、関数も38巻から開始している。旧シリーズの1から36巻は長らく、絶版状態だったが、2013年6月に、新装版となって再版された。新装版は表紙を、オリジナル版の構図をそのままにセリフリメイクとして描き、おろし、1から10巻の想定デザインも11巻以降と、 同一となった。本編では、名古屋、姫路遼城の合体と、技巧チーム戦決着が、同じ21巻に収録されている、関係上、ジャンプコミックス版28巻の巻末付録も、同巻に収録され、超人たちのコメントの内容が一部差し替えられている。1巻あたりにつき、ジャンプコミックス版のほぼに漢文をまとめたような構成。 ISBN は判明しているもののみ付与している。タイトルに、筋肉マン通夜と入っているものは、筋肉マン通夜のゲームとみなし、ここでは紹介していない。筋肉マン通夜のゲームを参照。特に表記がないものはすべてバンダイナムコゲームスである。アニメ放映時に発売されていた、液晶画面タイプの携帯ゲーム機。通称、金消し。筋肉マンに登場するキャラクターを、 片切った消しゴムで1980年代初頭に子供たちの間で爆発的な人気を博した。消しゴムと言われているが、スーパーカー消しゴム同様、実際には消しゴムとしては使用できない。実際には製品の材質から塩ビ人形、または超人人形という表記が用いられていた。もともとはガシャポンで発売されたものだったが、歌詞のおまけで付けられたものや、 大きさなども様々なバリエーションがある。登場から三十数年が経過した2017年10月現在でも、コレクターがおり、ネットオークションなどで出回っている。その人気から、テーマソング、金消しこもり歌も作られている。筋肉マンの大好物として、牛丼が描かれ、作中で主に、吉野家の名で頻繁に登場。ゆで卵の島田隆によると筋肉性の国家も、 吉野家の CM の歌を意識したものであり、それが変化して、アニメ版では牛丼温度になったという。しかし作者によれば、作中の牛丼は中宇がモデルであり、コミック第一巻に登場する看板やメニューの場面にてうどんがあることをその根拠と説明している。また、作中には、養老の滝の牛丼も出ており、2017年10月、現在、復刻され販売されている。 ゆで卵、島田隆氏が2010年4月にツイッターで明かしたところでは、セゾングループで会社構成を開始した吉野家側から、東映の担当プロデューサーに連絡があり、アニメ化にあたって牛丼が吉野家のものになったという。その影響により、吉野家にファンの子供を含め客がやってくるようになり、当時会社構成法を受け、苦しい経営状態だった。 吉野家の復活に貢献したと述べている。島田によれば、吉野家は、同アニメのスポンサーにはなっておらず、ただで、宣伝再建したようなものと評した。筋肉マンツーを連載中に、吉野家は、感謝の意として作者に、名前入り特製丼を呼び、名前入り特製湯のみを送った。ゆで卵は、このマぶ丼を持って行ったら、全国どこの吉野家さんでも、 牛丼をただにしてもらえませんかねと語っていたが、後に、この発言からの派生かどうかは不明だが、この丼には持参すると、牛丼が無料で食べられるという都市伝説ができてしまう。それに合わせ、バラエティ番組、トリビアの泉、素晴らしき無駄知識2003年10月15日放送分において、実際に、ゆで卵しまだに実行させるという企画が持たれた。 結果は料金を取られている。さらに、島田が2010年に、ブログで語ったところによれば、この企画の後、吉野家社員が菓子折りと牛丼の無料券を持って、お詫びに来たものの、筋肉マンは牛丼にすごい影響を与えてるんですね。筋肉マンを覚えている社員がほとんど残っておらず、会からなかったと発言したことに激怒、菓子折りを呼び、無料券を叩き返したことを告白している。 2008年番下には、モデルとなった中尾とグループ内のスキヤにて、筋肉万末にと称した、コラボレーションキャンペーンが行われた。連載開始29周年にあたって、事前に集営者から、吉野家に、今こそ恩返しするチャンスですと、連絡がなされたが、私どもは、やる気はありませんと拒否され、中尾を抱える全哨グループが名乗りを上げたという。 吉野家のライバルであるスキアとのコラボレーションについて、ゆで卵が吉野家を裏切ったと批判的に受け取ったファンも少なからずいたといい、ゆで卵が吉野家との確執をツイッターで明かしたのはそのような経緯もあったという。一方で吉野家はゆで卵が語ったこれらの経緯について事実と違うと考えていますというコメントを発表している。作中序盤にはよく森永ポテロング。 森永ココは、オットットなどの森永製菓製品が登場する。これは当時、森永の社長が、筋肉マンを非常に気に入っており、作者にタイアップを持ちかけたためである。その縁もあり、筋肉マンがアニメ化された際には、スポンサーも務めた。しかし1984年に、グリコ、森永事件が起こったため、この関連で、筋肉マンのスポンサーからはやむなく降りたが、 再建活動の一環として作成された菓子袋詰め商品の外袋に筋肉マンを使用などその恩恵を受けることとなった。なお、1991年に放送されたアニメ筋肉マン筋肉性大い争奪編にはスポンサーに復帰している。1985年に法務省の日本全国ストップ在締めキャンペーンのイメージキャラクターに筋肉マンが起用され、 2万枚を超えるポスターが配布された。連載当時はゴールデンタイムでプロレスの生放送が行われており人気を博していた。そのためプロレスを題材としたこの作品も世間に受け入れられやすかった。当時のキンマン人気を受け新日本プロレスが同じく漫画作品であったタイガーマスクから誕生し大ブームとなった同名のプロレスラータイガーマスクに 習って、キンマンも実際のプロレスラーとして登場させる予定があった。しかし諸事情により中止となり、代わりにスーパーストロングマシーンが誕生した。その他にも、プロレスラーの大仁田厚が、FMW 在籍時に、キンマンのマスクをかぶって、漫画の世界観を再現したプロレスを行う予定であったが、これも都合により中止になった。プロレスは作中に出てくる。 筋肉バスターやパロスペシャル、キャメルクラッチなどのプロレース技を真似する子供が続出したため、危険であると PTA が問題視したこともある。口述のように、筋肉マンオリジナルの技を実際に試合で使用するプロレスラーも多く、モハメドヨネが使用する筋肉バスターや柴田勝よりのパロスペシャルは作者公認となっている。なお、ウォーズマンの パロスペシャルは実在の技とは掛け方が前後逆になっていることから実在のものと区別するためにウォーズマン式と称している。主にお笑い芸人や格闘家、漫画家に多く、キンマンに関連したネタを披露したり、作中の技を再現したりすることもある。お笑い芸人格闘家漫画家、漫画作品その他の作品生誕29周年2008年に、 連載開始から29周年を迎えたため、筋肉マンの日制定や DVD ボックス発売など様々な企画が行われた。筋肉マン生誕29周年にちなみ、29日が金曜日となる日を筋肉マンの日と周営者が制定し、日本記念日協会に認定された。筋肉マンの日は年に1回または2回あるが、 月曜日の2月29日が入るとしのみは年に3回、ある。筋肉マニア2009-2009年5月29日、JCB ホールで各団体所属レスラーと超人たちがタッグを組む、筋肉マニア2009が開催された。動員観客数2900人。新世界100周年筋肉マンプロジェクト生誕40周年。 泉佐野市70周年筋肉マン40周年友情タクラピート2019年に筋肉マン連載40周年を記念して以下の様々な企画が行われた。また2019年11月29日発売の筋肉マンジャンプボリューム3のアンケートはがき内での質問筋肉マン40周年企画で一番面白かったものを選んでくださいをもとに シュープレニュース内でランキングが発表され、第1位には学研の図鑑筋肉マン、超人が選ばれた。ありがとうございます。